上福寺は奈良県奈良市高税院町にある浄土宗の仏教寺院。三号は光明山、陰号は公前院、某号は県古坊。辞伝によれば、光明高合が病や貧困に苦しむ人々を救済していた際に、圧縮如来が権限されたのでこれを喜び、本堂を建立されたという。史実は定かではないが、隣接地に北山十八健湖がある。 この地にふさわしい伝承といえる。元宝庄州で幸福寺の支配下にあったという。今の寺姿が整ったのは、天文十年八月の火災の後、漢文六年に浄土宗として道を再建して以降である。これを主導したのが健子坊であったため、坊号を健子坊と呼ぶ。胸札により、造流時期が判明しており、浄福寺、清高健子びく。 漢文六年六月十五日と記されている。その後水日し破損されるがままとなっていたが、安政四年に再興されている。本尊阿弥陀如来が本堂内陣中央に安置される。鎌倉室町時代まで遡る、ともされる、古いものだが、後輩、台座は、江戸時代の再興。当時の東に道路を挟んで立つ。永昇六年、幸福寺の僧により増流。 高さ2メートル程度。地蔵左右に、宝蔵立区用逆詩永昭6年起始4月、幸福寺従旅兼立式を種啓白64歳と刻まれている。歌人合図81がこの地蔵について、奈良坂の石の仏の音が火にこさめ流れる春は、気にけりと歌っており、木造の花火が隣に設置されている。公前院は、 ボダイン大み堂の東にあった達中で、クラシュン僧城によって開かれた。クラシュンは聡明で、弁絶にたけ、八絶僧城とも呼ばれた構想。自称3年9月27年入弱。ありがとうございます。